どうも皆さん、こんにちは、くんです。今回はチタン製の薄くて軽い焚き火台をご紹介いたします。今回紹介する焚き火台はキャンプオンパレードというメーカーのもので、東京の渋谷区にお店を構える日本のメーカーです。ということで今回紹介する焚き火台はこちら、デデン、キャンプオンパレードのラファードです。2018年の冬に発売されたばかりの新しい商品です。この焚き火台の天板はチタンでできており、とても軽く薄い焚き火台となっています。この大きさで本体の重さはなんと 722g しかありません。パーツは天板が3つと足と足にはめ込むものが3つだけです。組み立て方はとてもシンプルで、まず3枚のチタンの板を組み合わせます。付属のステンレスの足を3箇所にはめて、さらにその足にステンレスのパーツを3つはめ込めば完成です。一辺は50センチもあり、とても大きな焚き火台となります。一番高いところで約16センチ、横の低いところで約 13.5 センチでした。僕はこの焚き火台にイーグルプロダクツのスタンドを組み合わせて使用しています。これを使えば焚き火台の上に五徳を作ることができるので、クッカーやケトルなども置くことができますし、肉や魚を焼くのが容易になります。スタンドの重さも 185g と軽くコンパクトになります。イーグルプロダクツのこのスタンドの高さは約13センチとなっています。ラファールの方には青の専用の収納袋が、スタンドの方にも緑の収納袋が付属しています。ラファール本体と収納袋で 872g、 イーグルプロダクツのスタンドと収納袋が 223g、 合わせて 1096g となります。チタン製なので値段はいいお値段しますが、唯一無二のデザインと軽さなので、僕のようにバイクで旅をしている方で大きく重いものを持ち運べない人には向いているかなと思います。ちなみにラ・ファーロとイーグルプロダクツのスタンドの組み合わせと全く同じようなことができる商品に、ペトロマックスの焚き火台ファイヤーボールと、同じくペトロマックスのダッチオーブンパーツクッキングスタンドがあります。実は僕この組み合わせがめちゃくちゃ好きで、今までどの焚き火台よりも気に入っていました。しかしファイヤーボールの方は鉄の板なので重さは 3kg と重いですし、折りたたんで収納することなどもできませんでした。スタンドの方も重さは 1.1kg と重いので、どうしたものかなと思っていました。そこで同じようなことができる商品ってないのかなと探していたところに、今回のラ・ファールを見つけました。焚き火台としてはほとんど同じことができるにもかかわらず、3分の1程度の重さであり、コンパクトに収納可能なのでとても便利です。またペトロマックスの方は空気の取り込む口は全くありませんでしたが、ラ・ファールの方は切り込みがあるので空気を取り込むことができます。小さな穴ですが、あるのとないのでは燃え方が全く違います。ペトロマックスのスタンドは綺麗な三角形になりますが、その分重くなります。イーグルプロダクツのスタンドは一辺少なくなりますが、足は3つあるので安定して使うことができます。今回紹介したキャンプオンパレードさんのラ・ファールとイーグルプロダクツのスタンド、そしてそれらの半額以下の値段で買えるペトロマックスの焚き火台とスタンドの購入先は概要欄の方に貼っているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ちなみにラ・ファールの焚き火台はキャンプオンパレードさんの公式ページからも購入できますが、 Amazon で買った方が消費税分の1600円安く買えるので Amazon で買うことをお勧めします。焚き火台を使用している映像を流すので参考にしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わります。ではまた。
します。